聞いてるのかよ、続けっていうわけみんなに聞いてるのかよ、服部さんの実はね、あんまり仲良くなかった。ジョーチャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです。今日ははい今、代表も森保監督がちょっといろいろとまあ、お手されるんじゃないかみたいな話もいろいろあって大変じゃないですか、うんうん、まあでもこれって98年のフランスワールドカップ予選の時とちょっと似てるじゃないですか、うん、ああよく言われるんだよね。そうですよね。なんか状況的に似てるんじゃないかとかね、はい。まあ、当時は鴨監督でしたよ ね、まあ、あの時の鴨監督、うん、ジョーさん入ってるわけじゃないですか、うん、あの時の状況と、まあ、今が似てるっていうわけではないと思うんですけど、うん、なんかでも監督がちょっとどうなるんだろうみたいな心境の中で選手やらなきゃいけないわけじゃないですか。うんうんうん、あの時どういう気持ちだったのかっていうのをちょっと、あそうね、だってコメント欄にもみんなね、はい、そうなんですよ、もう解任だとか解任は絶対いいとかね、はい、いろいろこう言われてるもんね、はい、選手目線としてね、はい、そうですよ、まあ話そうか、はい、じゃあね、まあ、まず鴨監督は第一に、はい、喫煙家なのね、タバコ吸う人でね、はい、そう当時ね、はい、であの J リーグ のベンチでタバコをこう吸ってで審判に怒られたっていう、ああそうだそうそうそう初めて怒られた人っていうね、そうそうそう、あそれぐらいヘビーで吸ってたっていうね、そういう話があったね、はい、うん、ちょっと待ってください、そうそれぐらいかな。いや、鴨さんは、はい、なんだろう、すごくね、面白い人だよ。ああ、そうなんですか。でもすごい怖そうに見えるんですよ。いやインタビューも結構、なんつうんですかね、うん、その陽気な感じじゃないじゃないですか、鴨、うん、さんは天然な人。あ、そうなんですか。そう、天然な人だから、鴨さんエピソードで言うと、いや、本当面白いんだけど、ごめんね、ずっと出せないけども、まあ、俺招集されて、はい、で、いろいろこうやって、あの当時は、あの発表するのは、鴨監督が、はい、選手誰誰、キーパー誰誰って言いながら、こうやって鴨さんがこう書いて、ホワイトボードに、ホワイトボードに書いていくね、感じで。で、当時ディフェンスからね、井原とかね、秋田、ね、で、鈴木とか書くわけ。鈴木って誰みたいな。鈴木、あれみたいな。誰もいねえんだけど、みたいな。で、服部さんを、服部さんね、そう、ジュビロにいたね、服部さんのことを鈴木っていうの。間違えちゃってます、ね、間違えちゃってる。それで慌てて岡田さんがバーって来て、岡田さん、鈴木ナイス、鈴木ナイス、服部ですか、服部ですか、あ、服部、服部とかつって間違えたりして、服部さん大丈夫ですね。それで、あとはね、グラウンドでね、はい、まあ鴨さんちょっとあの練習中話したりするわけ、はい、で俺たち立ってるじゃん、ね、あんだかんだどうこうつって言ってたら、聞いてんのかよ、鈴木って言うわけ、はい、いないよ、鈴木服部さんの服部さんのことを鈴木っていうね、なんか癖があるみたいで、そういう風に言っちゃったりね、する人なの。だからみんなもう苦笑いみたいな感じでで、服部さんも、はいとかつって答えちゃったりかわいい。もうね、そのぐらいなんか鴨さんってね、ちょっと天然な人で。鴨さんの解説聞いたことある？鴨さんの解説では何回かありますけど、昔のあの赤い5番いいねとかね、言うんだよな、そうなんでしたっけ、そうなんだよ、あの白の6番いいねとか、そういう人なのよ、ほんと面白いの、そういう人。ちょっとね、まあ脱線したけども、はい、でも鴨さんはあの当時はやっぱりこう森保さんと本当に似てるかも。ああそうなんですか。やり方とかね、やっぱりもう既存のメンバー、鴨さんが本当にもうこれがいいっていうメンバーをもうほぼ固定して、はい、やっぱやっていくスタイル、うん、これはもう間違いなく一緒だと思う、はい、森保さんもやっぱりそうだと思う、うん、だからこれがいい悪いかは、はい、もうそれはもう分かんないじゃん、うん、ね、みんながいろいろ言ってるけど、はい、ただ監督が決められることだから、はい、だからまあそういうところはすごく似てる、はい、でシステムも変更もほぼない、はい、鴨さんもそうだったなかった。だからそこで言うとなんか俺たちその98年の予選の時、はい、俺は出たり出なかったり、はい、するし、まあ、サブ組のメンバーっていうのはフラストレーション、はい、超溜まってた、うん、出せよ俺たちよ、うん、みたいな、やっぱり準備してるわけよ、はい、俺たちもね、でやっぱりなかなかうまくいかない試合とかいっぱい出てくるわけじゃん、はい、そうなったらやっぱりサブ組はもう俺たち使えよみたいな、うん、だけどなかなか変えない、うん、これ似てるよね。あだから多分だけど、はい、森保ジャパンのサブ組はそう思ってるかもしれない、うん、で当時はでも俺たちは言ってたわけ、メディアにも、ふざけんなよって、うん、カズ使わないで俺たち使えよみたいな、うん、でカズさんがやっぱりちょっとすごく怪我もしてて、はい、調子も悪かった、うん、100% できない、うん、でもうパフォーマンスは 40% か 50%、
明らかにそう俺たちも見てて分かる、だけど使い続ける、うん、それはやっぱりカズさんの信頼度があるし、うん、そうだ俺たちはすごく調整して、うん、すごく動きもいい、うん、今行ったら絶対それ以上に活躍できる、うん、このギャップがすごかった、うん、だからコーチの岡田さんはその時に分かるよ分かるよって言うんだけど、うん、待てよチャンスをなんとか待て待て、うん、って言って俺たちを慰めてくれてた、うん、そうなんですね。だからやっぱりそういう、こう監督とコーチの立場っていうのもすごく難しいところだと思うし、今の森保ジャパンでももしかしたらそうなってるかもしれない、コーチ陣がそうしてるかもしれない、うん、でも今の選手たちは言わないじゃん。そうですよね、なんかあんま聞こえてこないんですね。はい、だから言っちゃうと、まあ、それ言っていいのかどうかは分かんないけど、うん、俺たちはもう自己主張がすごかったし、うん、でも言ってでも結果のことが叩かれるのは自分だからと思って、うん、だからもう使えよ使えよとかって言ってたし、うん、でも結局やっぱ変わんなかった。で結果が出なくなって、もう本当に次もう負けたら終わりだっていう段階まで行った時に、まあ、急遽ね加茂さんを更迭するっていうね、うん、ところでさ、これも事件があってさ、はい、そう練習終わって飯食ってで部屋帰って、そう、そしたらいきなり急にさ部屋の電話になって、であと10分後にあの食堂に集まってくれって言われて、うん、えっ なんだよみたいな感じで、で行ったらさ、はい、中沼さんってね当時ね方がいて、でみんななんか着席してさ座ってて、で鴨さんが前に座ってて、うん、岡田さんと座っててさ、で全員揃ったかっつって、そう言ったら、はい、じゃあちょっとここで皆さんにお伝えしなきゃいけないっつって、で今の時間で岡本監督は更迭すると、うん、で次の監督は岡田武史コーチが監督になるっていきなり言われてる、私何にも情報なかったの、うん、マジかと思って、でこれ面白い話が、全員揃ったかっつって実は揃ってなかったの。あ、そうなんですか。そう、一人いなかったの、うん、岡野さん岡野君はあの家族が来てて、はい、あのお母さんとか来てて、はい、外にご飯食べに行っちゃったの。ああ、そうなんだ。そう、内緒でね。あ、内緒で。内緒で。だからマネージャーも言えなくて、そうそうそう、大変なマネージャー全員揃いましたっつって、岡野さんいなかった。そうそうそう。バレてない。そうそう、バレてないっていうね。もうそういう緊張感の中で、いきなりそんな形になったっけ。で、まあそれで部屋に戻ってみんなでしたら、まあ井原さんとか、まあいろんな人がちょっとみんな集まんないかと。いう感じで、あのワンフロアも貸し切りになってるから、はい、そこのみんなでこう廊下に出てきて、それでちょっと俺たちの責任だと、もう本当に加茂さんはそう更迭されたのは自分たちの責任だから、自分たちが何とかしなきゃいけないみたいな話になって、それでもうちょっと一回話し合おうよって話になって、それでみんなで今度話す機会を初めて作ったの、はい、あんまりこうね、実はね、あんまり仲良くなかったの、うん、あの当時ね、やっぱりドーハ組って言われてるね、うん、カズさんとかゴンさんとかさ、はい、やっぱ上の人たちは思い入れはすごいよね、うん、だってドーハでさあと数秒で行けなかったの、ね、だからここに対する思いはすごかったし、アトランタ組とか俺たちの若い世代は逆にワールドカップ見てきた、うん、高校生の時だったからね、あれ見たの、うん、ドーハ最後、そうですね、俺たちもショック受けた、だけど実際に経験してない、はい、だけど新たな戦いだから俺たちはもっと頑張ってそれを取ろうよっていうモチベーションと、これのやっぱりちょっとなんかね、重さのギャップがすごくあったの、うん、で加茂さんは固定して使うから俺たちは面白くないし、うん、だからもう本当にこううまくいかなかった時にみんなでちょっと一回話そうよと、でもうぶっちゃけた話、いろんな話を今日聞くし、みんなも言い合おうよって話になって、そういう場を設けてくれたわけ、うん、でよっしゃと思って僕たちはボロクス言ったわけ、うん、あ、言ったんですか。言ったよ、あんな時のあのプレーは良くないとか、うん、こういうふうにもっと動かないとダメだとか、うん、こんなのだったら出る資格はないとかさ、僕たちはバンバンもう溜まってることを全部言って、うん、そうだけどやっぱり井原さんとか赤瀬さんとかみんな上の人たちはやっぱりそれ受け入れた、うん、そうか、ちょっとそうだったかみたいな感じで、なんかそこで一体感が生まれたんだよね。で俺たちもなんかこう聞いてくれたっていうのと、母さんたちもよからも要求があったし、お前たちじゃあもしこうなったらこうしてくれよとか、そういうのがどんどん生まれてきて、で次の日の練習になった時に、で岡田さんも監督になっちゃった、コーチで、どっちかというと選手寄りなのよ、選手寄りで、いやいや待て待てどうかなとかってちょっとふざけながらやるって感じだったんだけど、もういきなりパッと監督に顔がパッと変わって、で、お母ちゃんとかみんな呼んでたの、うん、だけど、お母さんはっきり言ったもんね、うん、もう明日から監督と呼べ、お母ちゃんは許さないって言ったわけで、そこで一回線をパチンって引いて、もうそのバランスが良かったんだもんね、うん、で、もう練習中からいろんな言い合い
今度始まって要求しだして、でみんながなんか向かって高校は一つになったわけ。そしたらやっぱりさ、力がやっぱり出るんだよね。面白いよ。そうだから森保ジャパンもすごく似てるし、内部事情もおそらくだけどね、これは聞いてないから分かんないけど、想像だけど多分そのギャップが生まれてるんじゃないかなって気がする。だからそこを一つにするような何かきっかけが欲しいなって思うんだよね、まあ、だからそれが解任なのか分かんないけどね。まあそうですね、うん、だけどやっぱりその可能性ももちろんあるよね。俺は解任しない方がいいとは思うけど、俺の意見としては、はい、変えていきなりさ、じゃあ今のコーチができるかって言ったらやっぱりその器は僕はないと思ってるし、そうなかなか大変ですよね、あそこで。ああ大変だと思う。うん、でじゃあ新しい人を呼ぶかって言ったら、なかなかそう招集するのは難しいでしょ。そうですよね。だからちょっと、うん、あれ2連戦終わった後どうなってるかだけど、まあ何とも言えないね。そうですね、まあ、なんかやっぱね、皆さんもなんか変えていけなくてもならそっちの方がいいみたいなね、言ってる方たちも多いじゃないですか。変えろっていう意見もすごい多いからね。いやそうなんですよ。そうそうでしょ、ね、そうそうそう、そう変えて、だから、まあ、変えるのも一つあると思う、うん、これはその最終手段にした方がいいと思う、うん、もう一回やっぱり混乱するんだよね。混乱する、このする、まあ、だから結局やっぱり選手って戦術とかやっぱりシステムってやっぱり監督によって違うでしょ、うん、そうなった時に俺たちまずインプットする、頭にで理解する。だけど今度それを理解しながら体を使って動かすっていうのがやっぱり時間かかるの、うん、その戦術眼と頭では理解するけど体で表現するっていうのがちょっとタイムリー、時間がこうかかるわけよ、はい、だからそうなるとその期間で間に合うのかなって思う。うん、まあまあ確かにそうですね。皆さんは変えろ、戦術変えて、ああいうふうにしろって言うけども、実際にやってる選手っていうのはインプットはできるけど、でもそれをこう体でこうアウトプットしていくのが難しいの、時間かかるの。でコンビネーションとか、あとこう多分メンバーが変わるから、そうなった場合に、そうなった時にやっぱりもう一回こうコンビネーション組み立てて、システムと戦術とってなると、もう本当にこうなかなかこう早くうまくいくわけじゃないんでね。だからその苦労がある。だから皆さんの意見ももちろんあるけど、でも実際に中身はそうなのね。だから思った以上に難しい、監督交代すると難しいことがいっぱい起きるよっていうね、起爆剤にはなるけど。だから岡田さんに変わった時もやっぱり変わったから、戦術的にも。ああそうなんですね。そう、人もちょっと変わったし、だからそうなるとやっぱりちょっと違うんだよ、やっぱ難しくなるんだよね。そこで調整して合わせなきゃいけないし、またすぐ試合来るでしょ。だからそうなった時に相当苦労したもんね。岡田さんも相当悩んだと思うし、だからその内部事情というのは実はそういうことがあるので、皆さんも少しね、まあ理解しながら、ね、やってもらいたいなと思いますね。まあでも考え方はいろいろあっていいと思うからね。この間あったから、森保さん、あそうですか、うん、福島でね、はい、俺ちょっと解説してる時に、はい、そうで俺がちょうどね喋る時に森保さんパッと目があったから、森保さんさ年上だしね、パッてやればいいのにさ、立ってる、はあ、こっちってもうね、それがだからダメなんだよ森保さん。おお、ジョーじゃないんですね。さあもう立ち上がってさ、こっちってもうさ、もう代表監督だぜって、もうしかも俺後輩だよって。だからもっとやっぱりちょっとこう本当に人が良すぎるんだよ。ほんまなんですね、なんかね本当にね、いい人すぎるの、いい人すぎちゃって、逆にね。だから皆さんも多分物足りなくなるのかもしれない。ちょっと悪いって言っちゃおかしいけど、ちょっとやっぱりこうね、そういうなんか作った方がいいかなって気がするんだ。本当にいい人すぎてね、俺ちょっと逆に残念だった。いやそれは先輩だしさ、すごくさありがたいし、そうだけど、先輩がさ、しかも日本代表監督がさ、俺にこんな頭下げるなんてさ、まあちょっとびっくりしちゃいますね、その話。ジョーちゃんって見せたかもしれないな、もう言わないでねみたいな感じかもしれないね、もしかしたらね。でもまあ楽しみね。そうですね、まあでも応援はしましょう、はい、ぜひね、皆さんも応援してください。はい、ではさよなら。ジョーチャンネルではスポンサーを募集しております。詳しくは概要欄をご覧ください。よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。